はい、どうもガイです、関西出身のみの選手で関西出身選手のみでペナント戦やっていきたいと思います。開幕戦ですね。開幕戦じゃあやっていこうか。エース藤波で、うちは向こうは東山か、デスパイに4番角中がいいのか、牧原俊と、あ、結構バラバラだな。もうソフトバンクもあんまり見る影もなくなってきていますが、うちは藤波で勝ちたいと思います。いきましょう。セリーグじゃない、パリーグ開幕戦、京都安橋ズ、安橋、これはちょっとミスです、結構前のパートでも出てくる、これは完璧なミス、まあ、もういいやって、もう気にしないことにしよう。向こうのエースは東浜奈緒、これで奈緒って読むんだね、それがすごいなと思います。勝てるかな、藤波がこれ炎上したの誰だ。藤波から変わって炎上したのかな。でも藤波乱調持ってるからね、急に炎上しだす可能性あるからね。矢吹だった。藤波は7回失点、いいね。矢吹が1回4失点、ダメです。藤波いいピッチャーだな本当に。でスパイネと角中にホームラン打たれても、それじゃあ今年、今年でも留学生帰ってきてもあんまり留学生が戦力になると思えないので、留学生は飛ばすかも、そのまま。待って、最下位はない。マジ、待って。四国めっちゃ強くなってんじゃない、これもしかして。そうでもなかったな。うちが弱くなってるな。うちが弱体化してるな。って上がり目なかったもん。補強ポイントゼロだしね。補強ポイントとか補強したのゼロだったからね。うわー、おかわり怪我した。おかわりくん、大怪我からの復活あるかなと思ったんだけど。ちょっと期待してんだけど、あるかなと思って。なんで坂本を2軍に落とす？4番で起用してやろう、いきなり。なんでこいつが上がってくんの。2軍に行け、2軍に。白川も2軍だ。今シーズンは無理かな。まだ無理か。まだ育成の時代かぽいね。育成の時代っぽい気がするわ。まだまだうちは既存チームには勝てないか。勝てるとしても四国ぐらいだな。それじゃあちょっとシーズン終了まで思い切って飛ばしたいと思います。それで行ってきます。よし、シーズン終了まで来た。やっぱり定位置7位ということで、勝ち星的にはどうなんでしょうか。46勝。去年と一緒な。変わってない。去年とちょっと勝率が下がったぐらいか。成長が全く感じられません。藤波さんダメでした。藤波なんかついた、悪いのこれ。あ、知り合いがついたのか。コントローラー D まで上がったの。何あげたらいいんだろう藤波。もう分からん。でも竹野は頑張ったな。竹野はいい選手ですよ。あ、栗田も頑張った。小津ルーキーながら中継ぎもしたのか。50すごい飛ばしてるな。彦野はどうでした。彦野はダメですか。お、T4 から3割の位置に38本。これ FA か。あ、FA だ。FA 持ってるからかな。FA 持ってるからこんな活躍したのか。そして犬飼も3割打ってる。いいね。初めてだよ、3割いったの。FA はあと3年。坂口2割9分9厘。今年打線はそこそこ打ったんだな。2割5分6厘15本。OPS 的には高いんじゃないか。そんな高って、そんでもなかったな。坂間2割3分4厘。ダメですね。おかわりもダメです。1割。来ていかずか、ギリギリ来ていかずか。2打席、あと2打席行かせてあげたらよかったのに、来ていったのにね。かわいそうに。来ていかず。ここ、キャッチャーは2人で交代みたいな感じなのかな。今年は補強なんかできるんでしょうか。補強したいな。FA 補強して。関西の人、怖い関西の人。なんかないかな。お、T 岡だ。入ってる。坂口入ってる。安定だね。ここは安定です。あ、菊池雄星が MVP 沢村賞。菊池雄星すごいな。新人を越しか取られたら、新人を。最終中継ぎ3人。牧田が自由契約から最多セーブ取ってないか。すげえな、牧田。ベストナイン返し、ゴールデングラブ返し。安定です、これは。契約更改。じゃあ、契約更改をやる前に、あれか。ここら辺か。ここはもうそのままでいこう。落としコーチ帰ってきてだいぶ強くなったな。あ、乱調削除。そうだ、乱調削除しないといけない。じゃあ、契約更改やっていきます。よし、契約更改終わったんで、いきましょう。
藤波本当赤得なかったらな。大コーチ留学アップ、留学アップじゃない、何国家だほうか、留学国家だほう覚えてこい、立浪国家だほう行ってらっしゃい、赤松引退、宮川、田中、ピロ、広安、藤岡重契約、金がちょっとずつ減ってる気するな。金がちょっとずつ減ってる気がする。本当にドラフト、ドラフトやってこう。ドラフト。ああ、また関西のやつ忘れた。次こそはしよう。次こそはやろう。また忘れたわ。本当に忘れる。福井。山形。滋賀。京都。おお、佐竹がそこそこいいのかな。でもそこまでだな。お、古田。これは古田だな。キャッチャー2人もいるじゃん、関西に。めっちゃいい。これは古田だな。古田でもキャッチャーいいんだよね。どうする？古田取ってコンバートするか。これはまあ今んとこ古田がドラ1候補じゃないか。あー、こいついいな。宇治。おー、こいつもいいな。おばった。こいつもいいな。あ、そこそこなんか、そこそこいい選手が多いな。とりあえず古田だな。弾道も下がるからね。OK、古田単独。古田取って、荒金取られたか。西は残ってる。小畑も残ってる。どっちだこれ。とりあえず小畑か。小畑、鳥居の。お、西も残ってるな。ピッチャーは？ピッチャーいたっけ？そういえば、あ、佐竹取られてるか。まあいいや。西井を取ろう。野手ばっかだな。ピッチャー取らないと。ピッチャー。いない。いねえ。終わるか。終わりかな、今年は。今年のドラフトはこんな感じです。野手3人取ってよかった。まあ1キャッチャーが取れた。でもキャッチャーいるからどうしようかな。コンバートか。コンバート濃厚だな。セカンドにコンバートしようかな。セカンド足りないし、うち。どうする。でもキャッチャー B いるからね。もうキャッチャーはいらないんだよね、正直。うちの足りないポジションって言ったら、やっぱファーストはまあいるとして、セカンドだよね。キャッチャーいるからね、キャッチャー B が。古田セカンドやる？古田セカンドやるか。セカンドやってみよう。一回セカンドやってみよう。肩の強いセカンド。セカンドやるなら裏山にセカンドやらしたいんだよね。フルだと外野、足遅いから外野はできないでしょ。サードはいるからね。朝倉が衰えたら次のサードか。ショートか。あ、フルタショートやろうか。足が遅いショート。肩強いからちょっとショートやってみよう、フルタ。フルタショートやってみよう。ショート、打てるショートになってもらおうか、フルタには。田中康介。田中康介は確か関西じゃなかったね。なんで取れません。取りません。FA じゃない、ポスティングか。あ、翔さん。あそこか。翔かと思った。翔さんかと思った。ヒゲ生やしてるし。翔さんがメジャー行くのかと思った。あ、京田もメジャー行くんだ。28か。30。お、西川メジャーか。お、西川行ってほしかったな。うちのチームから。金入ってきたのにいっぱい。FA 交渉。誰かいるかな。じゃあちょっと探していきます。よし、筒香が和歌山県出身なんで、ちょっと筒香を取りに行きたいと思います。一本釣りというか筒香だけで。山田哲人はさすがに5億6000万はさすがに金がないんで、筒香を取りに行きましょう。筒香を確実に取りたい。3億。来てくれ。3億ってうちあるよね。あるね。3億1000。3億で来る選手って3億1000でも来るからね。3億1000で来る選手って3億でも来るから、3億でお願い。いや、3億2000か。それぐらい上げた方がいいのかな。あ、そうだ、ちゃんとドラフト発掘やっておきましょう。近畿、なし、オッケー。これで大丈夫。これでいっぱい来る、関西の選手が。FA 取れず、つれー。補強できない。秋山補強しなかった。あいつつえーな、あいつら。筒香はどこ？ソフトバンク。2億9000万で。なんでうちの方が金出してるのになぜ来ない。
なぜ来ないんだ。じゃあ自由契約、巨人の選手多いな。自由契約選手取っていこう。よし、ソフトバンク、ソフトバンクじゃない、西武の増田、増田が兵庫県出身みたいなんでちょっと取りたいと思います。結構いいよ、左キラもするし伸び A だし、これは抑えか、これは抑え獲得できました。 FA 補強できなかったのでね。あと野上がなぜか自由契約になってるっていう、なんだあいつらは。四国はどういう考えしてるんだ。野上をなぜ自由契約にした FA で取った、わからんわからん、謎すぎてわからん。海外留学、留学地はコリアリーグ。コントロール B まで上がったんだ、すごいな。ババ変化球全然ないけどね。変化球上げるか、ババの。古田と西かな。小畑が意外と微妙だったからね。西、この2人を行ってきます。いってらっしゃい。春季キャンプの前に機材をちゃんと買いましょう。でも金ちょっとずつ減ってるな。そういえば金がちょっとずつ減ってる気がする。ちょっとずつお金、ちょっとずつお金が減ってるから、これまさか最終的にやばいパターンになりそうなんで早く勝ちたいですね。じゃあ練習指示しまーす。よし、練習指示終わり。俺が下がるんじゃ。裏山をセカンドにコンバート、堀江を外野にコンバートさせました。 T 岡田のパワーが B になった、これはまずい。 T 岡田が引退するまでに、引退とか衰えるまでに勝たないといけない。ある程度はまた補強ができない、補強ができないというのがやっぱ一番辛いよね。藤波です。藤波ランチを消したいね。2番手、竹野、この2人はいいな。3番手彦野も結構なかなかいいね。吉見、そして日比野、アンダースロー日比野、そして上野、なかなかいいんじゃないか。ピッチャー陣はそこそこ。馬場がなぜ馬場が入ってくる。変化球でツーシームとカットボール、逆にこれ気になるな。コントロール良くてツーシームとカットボールしか投げれないピッチャーが果たしてどんな成績を残すのか。佐山はまだ2軍でいっか。そうだね、小木の高橋は2軍で幽閉だな。国保はなんだかんだね、代打でそこそこ残す気がするんで、出す率をこうしよう。そうだ、あとコンバートした選手、あー伸びないんだったら何あげる、徳野あげる、盗塁アップでも上げる、左投手アップ上げるか。あと裏山もコンバートしたんで、裏山は何覚えますか。裏山片目打ち覚えてんだ。じゃあ、こいつに片目打ち覚えさせて、裏山にタイダルアップ、タイダルアップとね、チャンス覚えたらだいぶ結構いいとこいけるからね、いい選手になれるから。野手のオーダー考えてなかった、どうしよう。高間4番は無理か、犬飼4番か、結局 T 岡田か、こうだな、結局こういうオーダーになっちゃうんだ。犬飼4番でもいいかもね、まあ、足考えると逆か。でもこいつ太平洋 B チャンス A ってすごいな。そして初球もある、これだいぶ成績残すんじゃないか。まあ3割打ったしね去年、結構この得能あったらそこそこ打てるからね。いい得能ばっか持ってる、初球丸とか対左とかチャンスとかっていいの、いい特能だからね。カープに山田哲人がいる、菊池はいなくなって山田哲人がカープにいる。うわ4週間全治、マンジじゃない、マジか。そしてうちセカンドが補強ポイントだからね、ほんとセカンド守備はいいんだけど打てないからね、セカンドはうち。おおすごい、ホームラン構成で勝ってる、珍しいことがあるもんだ。うちがホームラン構成で勝ったら、久保のチェンジアップが0になった。へえ、チェンジアップ1、変化球で1から0とかあるんだ。じゃ最終的に変化球投げれなくなるのかな、みんな。ストレートしか投げれないやつみたいになるのかな。知らなかった、変化球最低で1で止まるんかと思った、変化量の衰え。なくなるんだ。能力下がるな、下がるな、みんな。下がりまくりだ。FA で補強したよね、本当に。FA 補強できるのはきついわ。肉もらわれから回復。開幕前に帰ってきた。よし、じゃあこれで、今日はここで終わりたいと思います。見てくださって皆さんありがとうございました。さよなら。